アンドリー・ムイコラーヨビッチ・ヤルモレンコは、ソビエト連邦サンクトペテルブルク出身のサッカー選手。ウクライナ代表。ウエストハム・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、FW ・ MF。2002年に、ウクライナのユニスト・チュルニーヒューのユースでキャリアをスタート、させる。2006年12月、FC ディナモ・キエフと5年契約を結ぶ。1年目は、FC。 ディナモ・キエフの下部チームである FC ・ディナモニキエフでプレーする。2007から08シーズンからトップチームに昇格し、5月11日に FC ・ボルスクラ・ポルタバとのアウェン戦でウクライナプレミア・ディビジョンデビューを果たした。2009年7月18日に行われた FC ・チョルノモレツ・オデッサ戦で初ゴールを決めた。9月15日。 ロシアの FC ルビン火山戦で UEFA チャンピオンズリーグ初出場を果たした。2017年8月28日、ボルシアドルトムントと4年契約を結ぶことが発表された。序盤は、香川真治ら MF 人との息も合い、好調を維持していたが、やがて怪我で離脱。シーズン26試合に出場するも、監督のピーター・ボスが更迭され、翌シーズンから、 リュシアン・ファーブルが監督に就任すると構想外になった。後に本人はドルトムントの首脳陣に対してこのことへの怒りをぶつけている。2018年7月11日、ウエストハム・ユナイテッド FC と4年契約を結び、遺跡金は非公開と発表された。10月のトッテナム・ホット・スパー FC 戦でアキレス腱を断裂し、残りのシーズンを棒に振った。 翌シーズン以降も度重なる怪我に苦しみ、監督のデイビッド・モイーズが、ジェシー・リンガードを徴用したことで、さらに出場機会を失った。2021から22シーズン開始前には、フェネルバフ・チェース・ケへの売却が噂された。2007年8月11日、ウクライナ U-19 の代表として、日本戦に出場した。ウクライナ代表としては、2009年9月5日、 2010 FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のアンドラ戦で初キャップを踏みその試合で代表初ゴールを決めた2014年11月15日の UEFA ユーロ2016予選ルクセンブルク戦ではハットトリックを達成した2021年5月 UEFA ユーロ2023カメンバーに選出された グループリーグ初戦のオランダ戦では1ゴールを挙げたが、試合は2から3と敗れた。第2戦の北、マケドニア戦でも1ゴールを挙げて、勝利に貢献した。決勝トーナメント1回戦のスウェーデン戦では、オレクサンドル・ジンチェンコのゴールを、アシスト、チームのベスト8入りに貢献した。ウクライナ代表として、UEFA ユーロ2012でプレーするヤルモレンコ。ありがとうございます。